はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドラインまであと1週間を切りましたが、ようやく移籍市場らしくなってきましたね。今日は大谷さんをトレードしない、選手を売らずに買い手に回ることが報道されたエンゼルスが、トレード市場の目玉の一人であったホワイトソックスの先発投手ルーカス・ジオリと、さらにはリリーフのレイナルド・ロペスの両取りに成功し、今年プレーオフに行くんだというオールインの姿勢を明確としました。ここまであまり大きなトレード成立していませんでしたので、ジオリとのエンゼルス行きを聞いて、ついにこういうトレード来たかと思いました。この他ツインズとマーリンズ間、さらにはガーディアンズとドジャース間でも、共に実績のあるメジャーリーガー同士のトレードも成立するなど、まあちょっと思ったよりも時間はかかりましたが、ようやく市場も活性化してきたかなという印象です。今回は今日まとまった3件のトレードについて、それぞれ簡単にどういった感じなのかを見ていこうかなと思っています。はい、まずはね、今日一番のトレードとなったエンゼルスとホワイトソックスのトレード。エンゼルスがルーカス・ジオリトとレイナルド・ロペスを獲得し、見返りとしてホワイトソックスはエドガー・クエロとカイ・ブッシュ、エンゼルス傘下の中でもかなり上位のプロスペクトを獲得しました。エンゼルスはここのところ、特に大谷さんがやや調子を落としているということでしたり、 FA で獲得してきたタイラー・アンダーソンが全くの期待外れでしたりと、先発に課題を抱えていたことから、そこにジオリトという強力な援軍が加わりましたし、またこちらもここのところ成績を落とし気味なブルペンには、今季シーズン全体の成績は微妙かもしれませんが、昨年ブルペンでブレイクしたロペスと投手陣の課題を一手に対応してきた印象。一方でホワイトソックスはすでにプレーオフ争いから脱落気味な中、今季オフに共に FA となる予定のジオリトとロペスで、特に球界内でも評価の高いキャッチャーのプロスペクトであるクエロ、さらには将来的に先発4番手から5番手くらいは担いそうなブッシュと、レンタル選手に対する見返りとしてはかなり上々のリターンを手にした印象です。エンゼルスがジオリトを獲得してきたことで、改めて今季はコンテンダーとして戦うんだと、大谷さんとトラウトが確実に揃う最後の年にオールインするんだと、こういった姿勢を明確にしたのかなと思います。7月入ってからしばらくはチームの調子も落ちていたエンゼルス、特に投手陣が先発ブルペンともに苦しく、先発防御率が 5.07、 ブルペン防御率に至っては 6.47 ということで、デッドラインまでに確実に補強が必要なポジションではありました。その中でジオリトは昨年は苦しい1年でしたが、今季はここまで見事なバウンスバックイヤーとなっていまして、21先発で防御率 3.79、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザーボリプレイスメントで 2.7、 ジオリトのウィンザーボリプレイスメントを超えているピッチャーは今エンゼルスにはいませんので、今と同等のピッチングを続けるなら大きな戦力です。もともとホームランが多いピッチャーで、そこがエンゼルス行ってどうかなと思う部分もありますが、イニングもしっかり食えますし、ゲームメイク面でも貢献してくれるのかなと。ロペスは今季43試合で防御率こそ 4.29 ですが、昨年は 2.76 となかなかでしたし、また5月14日以降に限れば防御率 1.75 と好投を続けていますので、こちらもハマればブルペンで大きな役割を担えるはず。今季四球が激増しているのは気になりますが、その分奪三振も大幅に増えていまして、6回7回あたりを任せる分には強力なピースとなりそうです。もちろんこの2人の獲得のためにクエロとブッシュ、今年の夏エンゼルスが大きな補強するための貴重なトッププロスペクトのカードをここで切ってしまいましたし、またジオリト獲得で贅沢税課税ライン超過も濃厚となり、来季クオリファイングオファーを受けた選手が退団してもドラフト指名権の保証が悪くなったりと、いろんなものを犠牲にした上で成立させたトレードとなりましたが、デッドライン当日までまだエンゼルス動くと思いますが、この後の補強にも注目したいです。続いてはドジャースとガーディアンズ間で成立したトレードを見ていきますが、ドジャースが内野手のアメッド・ロザリオ、ガーディアンズが先発投手のノア・シンダーガードをそれぞれ獲得するトレードが成立しました。ロザリオにしてもシンダーガードにしても、今季両者ともに成績が振るっておらず、また2人とも今季オフに FA となる予定ですので、まあ新天地で心機一転、新しいスタートを切るためのトレードという感じでしょうか。両者の年俸の差についても、ドジャースが金銭負担をしているため、双方の年俸負担も変わりません。ロザリオ、シンダーガードもそれぞれのチームでなかなか今季はうまくいっていない、年俸分の働きができていない中で、両チームがその選手たちを使って課題のポジションを埋めに行く、今季のそれぞれの成績からしてうまくいく可能性は低いかもしれませんが、わずかな可能性にかけたトレードとも言えるかもしれません。ここ2年間ガーディアンズショートのレギュラーとしてウィンザボリプレイスメント3以上を記録してきたロザリオですが、今季は攻守ともにダウンイヤー、特に守備面のマイナスが極めて大きく、88試合でショートの DRS がマイナス15ととんでもないことになっていました。今季の感じだとちょっと守備面の貢献は難しいかもしれませんが、一方でドジャースは今季二遊間の攻撃力に大きな課題を抱えていまして、先日レッドソックスからキケヘルナンデスを呼び戻したりですとか、とにかく攻撃力アップを図っている状況。ロザリオはシーズン全体の打撃成績はさほど良くはないものの、対左投手に限れば打率3割3厘、OPS8 割2分2厘と悪くはないので、ドジャースとしてはうまくロザリオをプラトン起用できればしっかり価値を発揮してくれるという判断でしょうかね。
ガーディアンズ移籍となったシンダーガードについては今季ドジャースと1年契約を結び、バウンスバックに期待がかかったものの、とうとう球速が戻らず12先発で防御率は 7.16 と悪夢のような内容。ただガーディアンズは現在エースのビーバーをはじめとして先発陣に故障者が相次いでいて、またローテーションにはバイビーやギャビン・ウィリアムズといったイニング数を気にする必要があるルーキーも複数いますので、先発補強は必須の状況でした。シンダーガードは現在離脱中ですが、近いうちに復帰できる見込みで、まあ少しでも頑張ってくれたらといったところでしょうか。ガーディアンズは球速がそこまでない投手の育成にも定評があるチームですので、うまくシンダーガードの良さを引き出してくれたらいいですかね。そして最後はマーリンズとツインズ間のトレード。こちらは今季なかなか調子が上がらないリリーフ同士のトレードとなりました。マーリンズがホルヘ・ロペスを獲得し、ツインズがディラン・フロールを獲得。ロペスは一応来季まで保有することができますが、フローロは今季オフに FA 予定ということで、保有権の面ではロペスの方がいいかもしれません。まあ先ほどのドジャースとガーディアンズのトレードのように、こちらのトレードも新天地で新規一転、再スタートを切ってチームに貢献してくれればといった感じのトレードで、特にツインズは昨年夏のトレードデッドラインでプロスペクト4人も放出して獲得したロペスが移籍してからなかなか思うようなピッチングができず、で今季もあまり状態が良くならず、こういった形で1年で放出となってしまったのはちょっと残念ですよね。ロペスはオリオールズ時代の昨年前半戦クローザーとして大ブレイクし、オールスターにも選出されたわけですが、あれからあの活躍を再現できていません。今季はここまで37試合で防御率 5.09、ヨシキューのペースが昨年比で改善しているのはいいんですが、ツインズに来てから全くもって三振を奪えなくなってしまったこと、それからかなりハイペースでホームランやハードコンタクトを許していることが、リリーフとしての活躍を難しくさせてしまっていますね。今のままだとマーリンズに行ってからもなかなか厳しそうな印象は受けつつ、マーリンズはロペスの速球やボール自体を気に入っているそうで、また現状クローザーの AJ パクのピッチングがここのところかなり怪しい中、ロペスのオリオールズでのクローザー経験も買った感じでしょうか。マーリンズで復活すればロペスは来季も保有できますので、跳ねれば面白いのはマーリンズ側といった印象です。一方でツインズ移籍となったフローロは今季43試合で防御率 4.54、 例年よりも失点が目立っていますが、ただ内容が劇的に悪化しているわけでもなく、実際のところはキャリア平均を大きく上回る BABIP3 割9分7厘が悪さをしているだけとも考えることはできそうな選手。ツインズブルペンはクローザーのジョアン・ドゥランにつなぐまでにやや不安があり、パガンやジャックスあたりとともにフローロがその役割を担えれば、よりゲーム終盤の安定感も増すでしょうかね。ロペスはあのままツインズにいてもどうにもならなかった可能性が高いですので、保有権の面では不利かもしれませんが、ある程度計算が立つフローロで手堅くバリルを取りに行った印象です。ということで今日まとまった3件のトレードをざっと振り返ってきましたが、ようやくまとまった動きも出てきましたね。ここまで市場の動きがゆっくりだったのには大谷さんの動向が不透明なのも影響していたのではと報道出ていましたが、エンゼルスが買い手の姿勢を明確にしたことで、大谷さん待ちだった他球団も徐々に他のターゲットにシフトしていくのかなと、ドミノが崩れるかのようにここから一気にトレードもまとまってくるのではないでしょうか。明日以降もどんなトレードがまとまるのか楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。